イタハモクトは三畳期前期から後期にかけて生存していたハチューズナ、ソウユミアコウに属する分類群である。系統的にはプレシオーサウルスなどの主張流に近縁であると考えられている。このグループに属する化石種のすべてが水生生活を送っていたと考えられ、そのほとんどが海清掃から産出する。イハメのほとんどが体長1メートルから2メートルの大きさであり、 最大で3メートルになるものもいた。最初の化石標本は1830年代に発見された。このグループの化石は主にヨーロッパ全域、北、アフリカ、中東で見つかっているが、最近になって中国からも発見されている。ヘノデスの全身復元像プラコケリスの全身復元像三条期全期中期にかけて生存したプラコデスのような初期の板ハメは、 のの膨れたた。トカゲのような形態をしていたちょうど原生の海アナを大きくした形態である。しかし、海アナと異なり、彼らは海底の貝を食べていた。食性に関してはむしろ、原生のラッコや生打ちに似ている。最初期の板メはその体の大きさから、サメなどの捕食者から逃げずとも十分だったのかもしれない。しかし三条期中期以降、魚竜や、 ノノトサウルスなどの肉食の海性爬虫類が分化してくると、それらから身を守るためかいたる類は、体の表面に皮骨盤を発達させるようになる。三上気候期の板めヘノドゥスやプラコケリスなどはまるでウミガメのように体全体を覆う、甲羅を発達させている。あるいはキアモドスのように、カブトガニのような大節構造のある甲羅を発達させるものもいた。 これらは修練進化の高例として考えることができる。プラコデスの全身骨格、プラコデスの頭蓋骨の仮面。板はめに特徴的な大きな鋼外場が中央に確認できる。ヘノデスの全身骨格、キアモデスの全身骨格、プラコケリスの頭蓋骨盤バルイは重い骨と甲羅のために水面に浮かぶことは難しく、泳ぐには大量のエネルギーを消費したと考えられる。 この水底と化石の山上から、板メは主に浅い海底に生息していたものと考えられている。板メの葉は大きく、平板状で突き出ていた。この葉の特殊な形状は、小動物の厚い殻を噛み砕く特殊な植生に特化した結果であると考えられている。そのことから、彼らの主な餌は、海星の2枚貝、湾足類、甲殻類、 その他の小動物であったと考えられる。おそらく彼らは原生の生打ちのように海底を掘り返して餌を取っていたのだろう。この項目では便宜的に板ハ目に属する主要な産属について説明する。プラコズスは三畳期前期中期にヨーロッパに生息していた。全長2メートル。板羽目の中で最初に見つかった属である。頑丈な胴体に長い尾を持ち。 海具穴のような体型をしている。身体表面には細かい革骨板が発達する。頭蓋骨には、のみのような、鋭い前歯と平板状の大きな鋼蓋歯を持つ。これで海底の貝を掘り起こし、殻を噛み砕いて食べていたと推定される。頑丈な頭蓋骨の頭頂部には、穴があり、おそらくこれは、頭頂岩を持っていた痕跡であると考えられている。ヘノデスは、三条紀行機に、 ドイツに生息していた。全長1メートル。背中と腹部が完全に甲羅に覆われており、亀に似た体型をしている。亀に似た板葉木の中では最大の属である。甲羅を作る革骨板の数は亀よりも多く、モザイク状に組み合わさって、石中と融合していた。死は弱く、陸上生活には適さなかったと考えられている。 ヘノデスには上下の顎に左右一つずつ歯があり、顎の他の部分には、くちばしが発達していた。なお、ヘノデスは非快清掃で見つかっている、唯一の板羽目である。プラコケリスは、山上気中気候期にかけて、ドイツに生息していた。全長90センチメートル。その平らな胴体は、節の多い革骨板で覆われ、ウミガメとよく似た体型をしている。また、死死が、 ヒレ状になっていることから、より有名に特化した生態であったことが伺える。頭部の特徴を見ると、鼻先は突出しており、目は前方を向いていた。顎には力強い筋肉がついており、くちばし状の顎とその内側には、幅広い一体の歯が発達していた。おそらく、くちばしと歯は小動物を接触するために使われた。チャイニーズサイエンスブレティンボリューム47ナンバー5。 ピアニッシも403から407。ありがとうございます。